オギル PR-111 は、龍骨座の方向に約3300光年の距離にある恒星である。17等級と暗い星であり、龍骨座ボルト759星という変更星名も付与されている。2002年、オギル計画によって、この恒星から来る光が4日ごとに、周期的にわずかに暗くなっていることが検出された。これは、惑星程度の大きさの天体が、 恒星の全面を通過していることを示していた。しかし、天体の質量が測定されていなかったため、これが真の太陽系外惑星か低質量の褐色外星や赤色外星なのかわからなかった。2004年に視線速度が測定されたことで、恒星の周囲を好転する天体の質量が推定され、この天体が真の惑星であることが明らかとなった。この惑星は、 恒星の金棒を公転しているホットジュピターだと考えられている。質量は木星の半分程度で地球と太陽の距離の1、20程度の公転軌道を公転している。2005年、この惑星以外の天体による通過が観測されたことが発表された。オギル TR-111C と名付けられたこの天体も太陽系外惑星の可能性があると考えられている。 この天体が惑星であることを確定するにはさらに多くのデータが必要であるが、惑星であることが確定されると、オギル TR-111 は、複数の惑星が表面を通過する初めての構成となる。ありがとうございます。